これ車で充電してるのに減ってるってどういうこと？一回イヤホンマイク止めた。確かに被災地はね、2つまたぐ。ちょっと一回映像切ります。今ちょっと待ってね。ちょっと準備するんでちょっと待ってください。充電大丈夫かな。着いたらめっちゃ減ってんだけど、車で充電してたはずなの。海の匂いがする。やばい、海の匂いがする。めっちゃ海の匂いがする。これどこにあるの、還元ですか。931。ちょっと待ってね、一回番組情報編集する。うん、海の香りすごい。海の匂いはやばい。なんだっけこれ、寒軍、寒軍塚。海食べたい。海食べたい。おなら。おなら。あの寒軍、海いいね。いいね、和風に。毎回コテハンつける。毎回つけなくても木曜日に消えちゃう。乾杯。乾杯ってなんかムカつくんだけど。乾杯。乾杯。一回更新します。ちょっと消えちゃったらごめんね。あれ映像が映んない。最初に乾杯したやつ誰だ。わら、海遠いのに海の匂いするの。へゆゆえし。一回アプリ落とすね。なんか電波が拾えないから。
みんな飲んでないの？一の？は？舐めての？は？え？怖いよー。 M級麦茶ロックやけど何か？は？飲んでるけど内緒にしてたのに、わら。乾杯。飲んでたんですね。飲んでるけど内緒にしてた。えらいよ。ちょっと電波が弱い。今ちょっとアプリを落とし直したから。今見えてる？電波が弱いけど、ちょっと頑張る。オケイ。オケイ。官軍塚というところ。オケイ。オケイさん。何が？あるのかよくわからないまま来ちゃったけど、血を心霊スポットなのは間違いない。それは間違いない。やあやあ、たまに延長バグするね。え、これどこに向かうの？たまに延長バグ、いやね、延長バグある。来たね、来た。回すものがね、え、回すところがない。わらわらわら。やろうと思ったのに回すとこがないんだけど。わらわらわら。何なんだよ。天地が回させてくれよせめて。ちゃんと持ってこないとわらわらわら。ちゃんと持ってこないといけないのあれ。マジで笑った W。わら。車に工具あるやろ。わら。確かに車に工具あるわ。車にペンチを振ってそこまでして回す。これどこに行くの？ちょっと待って。これでいいの？これ俺アルコールアレルギーだからアルコール全般ダメ。あ、そうなの、アルコールアレルギーやん。即室タイム W。 わら。即室ダッシュお願いします。え、なにこれ、やばいやばい。クラシアン呼べばよい。空気が違うよ。え、これ合ってる？え、これ電波なくなりそうな気がするんだけど。うわあ、私もアルコールアレルギーです。あなたはアレルギーじゃなくて中毒でしょ。エコ入ったって思ったらトイレかわらわら。虫はいっぱいいる。さっきから虫と戦ってるけど。エコ入って。ライトの電池は大丈夫？風が強くなってきた。俺 JK アレルギー。ライトの電池は全然大丈夫。予備もある。これね、1個のライトで3時間くらいは配信できるんだけど。無理です。そのね、同じ3時間くらい配信できる電池をもう1セット持ってるから。電池、ライトは平気なんだけど。でもね、スマホの充電がやばい。え、何これ。今ね、モバイルバッテリー繋いでんだけど。ライトの電池とスマホが進化したよな。そうだね、ライトの電池はだいぶ。ここもリベンジ。ここでお弁当を食べよう。あ、これ海が見えるんじゃない？こっちもしかして。暗いけどお弁当食べる。ここはリベンジじゃない。初めて来た。まだ暗いうちでよかったね、間に合って。もう一個汚染転がしって方も喉に通りませんね。履いてないよ。延長？延長？延長。あ、ここ。でもこれあれ取り直してないからさ。ちょっつ。枠、印契約じゃなくなっちゃったから。さっき広告くれたチケットもらうね。これね、海なんだけど見える？住んでる人には今これ海が見えるはずですけどね。心が住んでる人にはアイキャンフライ建て棒見えん。見えない。見えない。見えないか。見える。見えるぞ。住んでないから見えない。なんか山、小高い丘の先に海がある。あいつが泳いでる。俺的にこの前検証したところ、この前検証したところってどこ？北本？この前検証したところって北本？そう、北本はさ、なんかちょっと落ち着いてからもう一回行こうと思って。誰？ W 泳いでるの？ W。 わら。泳いでる？
ちゃんからわらわら。それさ、階段好きさんは知らないってから。階段好きさんは知らないから、俺的。俺的には知らないんだから。マジ笑った。俺的わらわら、わら。俺的には。結婚してください。を覚えました。わらわら、わら。ちょっとね、ここ撮影しますか。風が強いの、すごい聞こえる音。あのやばい写真のところ。感動の時間を妨害したの謝罪してください。わら。わらわら、わら。感動？感動時間を妨害したので謝罪してください。あのやばい写真、ああ、北本ね、あそこ行きます。あそこいいから近いから何度でも行けますよ。何度でも、何時間でも。新参なので俺的勉強しました。ああ、これここがメインですね。何の墓なのこれ。北海道の五稜郭、旧幕府の脱走。あの写真、北本だっけ？ナタ女出てない。ナタ女出んのここ。そう、あの写真、北本。反射して見えない。見たかった？むしろ俺が読んでるだけだったんだけど。よくわかんない。ハーマン号。ハーマン号って何？20人が死亡するという大惨事だった。え？ハーマイオニー。官軍塚は遭難事故の救助に当たった地元の人々が冥福を祈って遭難者を埋葬供養した場所であり、明治維新史を具体的に物語る史跡である。タマちゃんいた？だって、タマちゃん。これがじゃあ、慰霊碑みたいな感じかな。そうなんだ。エクスペクトパトローナム。え、これどっちが表？どっちが表？あ、こっちか。これか。あ、じゃあこのアングルで撮りますか。熊本藩兵350人を乗せた船が、市内河津沖の岩礁地帯で難破し、ヤンペディアみたいなこと言ってんのこれ。地元河津で。どうしたマジで。大丈夫？なんか鳥映ってっちゃないの？乗り映っちゃった誰か。大丈夫？ちょっと写真撮るね。嵐のタマちゃん、わら。今日は一番怖い。わらわらわら。だって。アットマークヤンわらわら。偽物だ。わら。何もヤン君がいっぱいいるんだけど。何これヤン君がいっぱいいるんだ。ヤン君がいっぱいいるんだけど。どれが本物？ 3 人いるな。3人いるんだ。どれが本物？ 3 人いるな。3人いるんだけど、マジで。何なんだよ。ちょっと。の。お前ら逆かよ。何その絶妙なタイミング。マジ。ギャグでしか見えねえんだけど。マジ、笑いって。どんだけ仕込んできたのそれ。それ、いつから仕込んでたのそのネタ。いつから仕込んでたのそれ。息ぴったり。あ、広告、健太、広告。ダメだ、腹痛い。
ちょっと絶妙のタイミングすぎるんだよ。狙いすぎなんだよ。怖いのが半減したわ今これ。もう本当に。じゃあね、ちょっとあんま充電もないので、とっとと。映像切りますね。あれ送るわ、あれ。今撮った写真をツイッターに上げちゃいます。見れる人確認して、もし何かあったら教えてください。600円。600円な？安いな。なんだっけ、ここ。官軍図か。今ね、ツイッターに画像上げ。1位おめって何？こんなところで1位になっちゃったの。今ツイッター上げましたんで、もしランキング、やんわらわらの小手半やめろ。笑っちゃうから。まあ、あの1秒ごとの脳はね、ネタでしかない。宇佐ヶ池ツイッターに載せてた写真に変な光あったよ、わらわら。宇佐ヶ池ツイッターに載せてた写真、あれ多分ね、あれでしょ、白い小さいやつはね、多分虫です。それも思ったんだよね。白い小さいやつでしょ。よく調教されてるな。やばいね、調教力。ニコ星で一番にぎわってるの？一番にぎわってるのは、あのね、ヤンっていう人が3人現れた時のおかげですね。あれは確かににぎわいました。ネタ？あのネタは最強ですね。でも一応来てる場所も、私がヤンです。なんか声が変じゃない？私もヤンです。今度こそは子です。虫か。総長いらっしゃい。そう、虫です。多分虫。あそこ虫がいっぱいいたから。ヤンケイジ。多分ね。あの光は多分虫だと思う。お祈りしとくか、一応。え、続けよ、わら。続けよ。ヤンケイジって何？ヤンケイジ。な、何それ？ゆいちゃんも続いて。あ、なんか色が変わってる、空の。見えるかな。何言ってんだ、私が本物だ。ライト消して。おー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 、綺麗。え、見えるこれ映像で。夜景綺麗。夜景、私が本物だ。赤く見えるこれ。対岸が赤い。明るくなってきたね。綺麗な夕日、燃えてるな。でもね、なんか下の方雲があるから、多分これ日の出は見れない。一回上登ってみようか。あんまりやるとまた充電が。湾岸戦争。あと少しで日の出配信だ、わら。結構波高いかも。朝まずめの時間帯釣れるぞ、今 W。 朝まずめの時間帯。何それ。
いぶ空軽くなってきちゃったら行こうか。アジ釣れそう。アジが釣れる。なんて叫ぶの。今日は叫ばないですよ。気に入っときます。結婚してください。何それ今、何知らない間に何て教育してんだ。お前気づかなかった。どういう難しいな。何をそんな教育したの。てかみんな KSK だし、それは。わらわら結婚してください。ピョンさんしか知らねえのか。なんで K 最初だけ大文字なの。大文字とかずるい。なんで最初だけ大文字なのこれ。狙いすぎでしょ。最初だけ大文字はちょっとね、びっくり。軽くなっちゃったね。じゃあちょっと線転がしてるとこに最後に行って、そこで日の出見れるかな。で、なんか充電がやばいね、ほんと。充電持つかな。なんで車で配信してた時充電されてないのこれ。 KSK っていうのはね、気にしないでください。一回だけ切りますね。これなんかモバイルバッテリーで配信してると充電減らないんだけど、車で配信してると充電減るんだけど、なんで。ここはどんな岩。なんだって。 KSK は荻窪に住んでる5号です。ここはどんな曰く。今更。もう帰ってきちゃって。これ還元塚というところです。